どうも、AI ロータスです。今回はウォーフレームでの2段階認証について見ていきましょう。ウォーフレームを少しやり込み、マスタリーランクが2以上に上がって、2段階認証をすると、ウォーフレームでトレードができるようになります。マスタリーランクについて詳しくは過去の動画をご覧ください。この動画ではこのような順番で2段階認証について説明していきます。必要に応じてスキップをしましょう。手順が複雑なので、この動画を一時停止したり、戻したりして心を落ち着けてやりましょう。携帯電話で複数のアプリを切り替えたり、文字をコピーする操作が必要ですので、それが分かっているという前提でお話を進めていきます。この動画を見ても難しいという場合は、そういうのが得意な人と一緒に協力しましょう。頼れる人に頼れるのも実力です。前置きはこれぐらいにして早速見ていきましょう。まずは2段階認証に必要なものを揃えましょう。最初はあなたがどのゲーム機を使ってウォーフレームを遊んでいるか確認しましょう。パソコンで遊んでいるのか、PS4 で遊んでいるのか、Xbox で遊んでいるのか、それとも Nintendo Switch で遊んでいるのか、それを確認しましょう。この動画に映っているものと比較すればすぐに分かると思います。ゲーム機の種類が分かったら、パソコンの方はパソコンのウォーフレームのアカウントのパスワードを確認して、PS4、PS5 の人は PSN アカウントのパスワードを確認して、Xbox の方は Microsoft のアカウントのパスワードを確認して、Nintendo Switch の方は Nintendo アカウントを確認しましょう。すぐにアカウントにログインできるようにしておきましょう。これらのゲームのアカウントを作成したとき、メールアドレスを入力したと思うので、それも使えるようにしておきましょう。メールアドレスの後ろに、@gmail.com がついている場合は、Google アカウントのパスワードも必要です。もしパスワードを忘れてしまった場合は、きちんと復旧しておきましょう。ウォーフレームのパソコンのアカウントを復旧する場合は、公式サイトにアクセスし、ログインを選び、パスワードの再発行を選びましょう。再発行をしたら、このような画面に入ります。申請ボタンを押しましょう。すると、アカウントを作った時のメールアドレスにメールが送信されます。メールを開き、リンクをクリックして、パスワードを作り直すことができます。これでウォーフレームのパソコンのアカウントは復旧できました。プレイステーションのネットワークのアカウントの復旧方法、マイクロソフトアカウントの復旧方法、そして任天堂アカウントの復旧方法。これらは丁寧に解説してくれている動画を発見したので、動画説明欄の下の方にリンクを貼っておきます。アカウントが復旧できたらいよいよ2段階認証を進めましょう。まずはパソコンでの場合を見ていきましょう。メールアドレスとパスワードを入れてログインしたら、右上にユーザー名が表示されるはずです。ユーザー名にカーソルを合わせて、アカウント管理のボタンを選びましょう。そしたら、2FA を有効にするのボタンが出てきます。ボタンを押したら、登録したメールアドレスに英語でウォーフレームの2段階認証を有効化してくださいというメールがウォーフレームから届きます。青いリンクをクリックすればこれで完了です。再びアカウント管理のページに移動するとチェックの縦のアイコンが出ているはずです。これでパソコンのウォーフレームアカウントの2段階認証は完了です。お次は PS4 アカウントの2段階認証をしてみましょう。下にある動画説明欄のページのプレイステーション版をご利用のプレイヤーの皆さんのすぐ下のリンクから PSN アカウントにログインしましょう。メールアドレスとパスワードを入力したらログインができるはずです。ログインができたらアカウントの管理を選択しましょう。そしてアカウントのセキュリティを選択。次のページに移動と出ますがそのまま続けましょう。2段階認証が出てくるので編集をクリック。SMS をクリックして携帯の電話番号を送りましょう。携帯のメッセージアプリから確認コードが送られてくるはずです。それを入力しましょう。入力できたらバックアップコードが出てくるので、それをメモしておきましょう。OK を押したら PSN アカウントの2段階認証は終了です。次に PS4 を起動したときに PSN アカウントにサインインが要求されることもあるので、携帯のカメラ機能で QR コードを読んで、PSN アカウントのパスワードを入れてメッセージアプリの番号を送るという同じような流れをすれば完了です。お次は Xbox での2段階認証をしていきましょう。動画説明欄のページの
Xbox 版をご利用のプレイヤーの皆さんのリンクからログインページに行きましょう。アカウントを作った時のメールアドレスを入力。次にパスワードを入れましょう。2段階認証をタップして次に行きましょう。アカウントを作ったメールアドレスに本人確認のメールを送信します。メールに切り替えて番号をタップしてコピーしましょう。戻ってペーストをします。下の方にスクロールして2段階認証がオフになっているはずです。これを有効にするを選びましょう。タップすると手順が書いてあります。下にスクロールして次へをタップします。次に認証の手段を選択しましょう。電話番号は確実なので電話番号を選びます。電話番号を入力したらロボットを倒すことにご協力くださいの表示が出ます。左側の手の画像の上にあるマークと同じマークの動物の向きを左右の矢印で変えましょう。これを5回繰り返します。間違えたらこのテストを1つ目からやり直しになります。これをクリアしたらコードが携帯に送られてきます。メッセージアプリで出てきた番号をタップしてペーストして次へを押しましょう。バックアップコードがあるのでそれもメモして次に行きます。これで大体完了です。次に Xbox にログインするときはメールアドレスとパスワードを入れて携帯電話のメッセージからの番号を入力するという似たような動作を Xbox 上でやるようになります。最後は Nintendo アカウントの2段階認証をしてみましょう。このアカウントが一番大変です。 Nintendo アカウントの認証には Google Authenticator というアプリが必要です。 Google Authenticator のアプリを動画説明欄のリンクからダウンロードしましょう。 iPhone 版と Android 版どちらかがあなたの携帯で使えるはずです。ダウンロードしてアプリを起動したらこんな画面になるはずです。ログインを押して Google アカウントを選択しましょう。アカウントを選択するとアカウントのコードを保存しますかと出るので許可をタップしましょう。そしたら次の段階に行きましょう。動画概要欄のリンクのページに行き任天堂のリンクに行きましょう。そしたら任天堂のアカウントを作った時のメールアドレスとパスワードを入れましょう。入れたら画像を選ぶテストが出ると思うのでそれをクリアしましょう。映像ではボートをタップして選ぶテストが出題されています。これで任天堂アカウントにログインできました。一番上のアイコンのすぐ下にあるのがユーザー名なのでメモをしておきましょう。そしたら次はログインとセキュリティを選択します。そこから2段階認証を選択しましょう。未設定と出ているはずなので変更するボタンを押しましょう。そのまま2段階認証の設定ボタンをタップしましょう。そうするとアカウントを作ったメールアドレスに認証コードを送ることになります。送信するをタップしてメールアドレスに認証コード付きのメールを送りましょう。ここで Gmail 等のアプリに切り替えましょう。メールには認証コードが送られてくるので指で長押ししてコピーしましょう。先ほどページを開いていたアプリに戻って認証コードを入れると次のページに進みます。そうするとステップと書かれたページにつながります。ここで Google Authenticator が必要になります。前もってダウンロードして Google アカウントでログインしていれば次のステップに行きます。 QR コードがありますが下の手動で入力するをタップしましょう。そして青い文字列が見えると思います。この文字列をコピーして Google Authenticator に打ち込むわけですが少しやり方にコツがあります。まずは青い文字列の前の文章のどこかを指で長押ししましょう。そしたら丸と棒の青い表示が出ます。後ろの方の丸に指で触れたまま青い文字列の最後まで指を動かしましょう。同じようにもう一方にも指で触れて文字列の先頭まで位置を調整しましょう。指を離すとコピーと出るのでコピーをタップします。そして Google Authenticator のアプリに切り替えて右下のプラスボタンをタップしましょう。次セットアップキーを入力を選択し先ほどコピーした文字列をペーストで貼り付けましょう。ここでメモした Nintendo アカウントのユーザー名が必要になります。入力しましょう。そうすると数字が出てきます。右の円のゲージが減って赤くなる前に数字をタップしましょう。そしたら Nintendo アカウントを開いたアプリに戻り認証コードのところをペーストして送信しましょう。チェックマークで2段階認証を設定したと表示されます。そしてバックアップコードをスクショしておきましょう。バックアップコードを保存しましたのでバックアップコードを保存したのボタンにチェックを入れましょう。そして OK を入れれば2段階認証が完了です。長い道のり
お疲れ様でした。分からなくなったら動画を止めたり戻ったりしてやってみましょう。何か2段階認証で分からないことが出てきましたら、コメント欄でどんどん質問してください。私が答えられる範囲でお答えします。ご視聴ありがとうございました。続きを求めの方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回、さようなら。